もね、うん、共通テスト8割9割全然取れる、全然医学部でも足りるぐらい。阿部くんが深めに深めたこの一冊がこれだ。物理は兄弟模試でも偏差値70行ったので、うん、B4 博士法、博士法です。100枚ぐらいやらなあかんのか、やらなあかんと思うやんか。あとの3枚です。あなたは絶対合格できる。どうも、いばしおりです。阿部くんです。阿部です、よろしくお願いします。お願いします。今回は大学展勉強法出版記念ということで、今回改訂版を出版させてもらうことになりました。ということで、京都大学工学部に大学展合格した阿部くんですね、あの受験の達人南極老人にも直接指導を受けてね、もう奇跡の逆転合格をね、うん、起こした阿部くんなんですけれども、はい、もう様々な苦難挫折を乗り越えて、あの受験をね乗り越えた一人なので、うん、今回はそのエッセンスをこの理科の勉強法を通して一緒に語っていきたいと思っております。はい、はい、で、まあ、大学展勉強法はね、うん、あの帯にもね書かせてもらってるんですけど、東大京大医学部最難関大学にも誰でも合格できるよっていう、うん、そのね、もうタイプとかあるやん、やっぱ受験生ってね、阿部くんみたいに暗記が苦手とか、うん、なんかやってもなかなかね続かなかったりとかするわけやんか、うん、まあ、私ももうそもそも勉強時間がもう最初はもう3時間ぐらいしかできなかったんですけど、そうですよ、全然イメージないですね。あ、そうですか、うん、もう最初はもう1日3時間ぐらいしか勉強できてなくって、うん、でもうそもそもやる気ないみたいな状態から、うん、この勉強法を知って、うん、あ、自分でも受かれるんや、合格できるんやと思って、うん、あの勉強できるようになっていきました、うん、それは大学で勉強法のおかげで、うん、ゴールが分かったらね、今日何すればいいかとか分かるわけやんか、うん、まあ、確かに、うん、っていうので、今回はね、じゃあ理科はどのように勉強していけばね、うんうん、みんなが偏差値60、70、第一志望校合格までいけるのかっていうお話をしていきましょう。準備はいいですか？万端です。パンタンですって言ってたよ。パンタンです。じゃあまずね、はい、科学から。科学、科学ね、これは阿部くん、うんうん、あの使ってた、あ、これ実際僕がそうですね、京大受験の時使ってたやつですね。もうとにかくね、大事なのは一冊薄っぺらい教材を反復していくこと、うんうん、で科学だったら例えばこういうこの重要問題者、ちょっと入試問題のレベルなので、そうですね、ちょっと最初はいきなりなんで、そうだね、だまずはこういう楽々マスター科学基礎科学とか対話かり一問一答とか、うんうん、このまず薄くて反復しやすい教材、こっちは問題演習、こっちは基礎知識がまとまっているものです、うん、もうこれだけでもね、もう足りますよね、うん、共通テスト8割9割全然取れる、全然医学部でも足りるぐらい、全然足りる、知識は、うんうん、ある。からまずこの中からとにかく一冊の中から知らない知識をなくす、うんうん、っていうことが大事です、うんうん、でこの楽々マスター科学もあの問題と回答がね、その見開きの1ページに収まっているので、うん、これをあの数学編でもお話ししているセルフレクチャーですね、うん、口でブツブツこう解法をね言っていくっていうやり方なんですけど、うん、阿部くんもやってた？もう死ぬほどやりましたね。死ぬほどやりました、うん、嫌になるぐらい、嫌になってないですけど酸欠なるぐらいやりましたと思うんで、なってましたね。まあ、10問でもこの今手元にある10問でもやってたってことかな、うん、そうですね、これでもやってました、もうずっと毎日やってましたね、うん、本当に、うんうんうん、そうなんですよ。だからその理科でも数学でも反復のやり方とか、うん、そのやっぱ反復しやすいテキストで一冊完璧にしてねっていうのは同じです、うん、そうですね。がやっぱ数学と科学って全部一緒くたにちょっとしにくいところがあるやんか、うん、ね、性質も違う、うん、やっぱ半分は暗記になるし、うん、まず理科っていうのはそのどの教科にも、理科のどの教科にも共通することが、うんうん、まず全体像をつかむっていうこと、全体像、この全体像っていうのはこう阿部くんどう掴んだとかって、なんかそうですね、まあ、僕の場合比較的そのもともと理科が好きだったんで、好きだった、まあ、割とその学校の授業も、うん、まあ科学は結構聞いてたんで、うん、一応授業を通して受けることで一通りまあいろんな各概念とか性質なら理解していったんで、うんうんうん、まあ授業をしっかり受けるだけでもある程度網羅できるとは思うんですけど、うんうん、まあ、でもやっぱり一番、うん、物理もそうだったんですけど、一番その基本的 なんかテキストを全部しっかり一通りやりきるっていうのが、まあ
特にまあ簡単でもいいと思うんですけど、ねうんうんうん、一瞬全部いくっていうのが大事なんじゃないかなと思いますけどね、うん、そうだね。やっぱ科学とかだったら専門用語がたくさんあるから、うん、その言葉の意味が分かんない状態でいくら問題読んでね反復したとしても分かんない分かんないが続いていくだけだから、うんそうですね、逆にこうつながんなくなっちゃうので、うんうん、まずは知らない言葉をなくす、うん、その定義が分からない言葉をなくしていくっていう風にしていけばどんどんそれを元に内容がねつながっていくようになっていくので、うん、ちょっと最初だけが大変。そうですね。理科はもう最初が一番大変。最初が一番大変やけど、うん、その後はねもう楽しくなってくるよね、うん、いやなりますなります本当に、うん、いや自分の力で考えれるようになっていくし、うん、基本がしっかりガチガチの土台ができたらそこからこう積み上げていく勉強だけになっていくので、うんそうですね、あとはもう問題解いていくだけっていう風な流れになるんですよ、うんうん、だから理科はねもう最初をとにかく頑張ろうって。そうですね最初が一番大事。そう最初の3ヶ月4ヶ月さえ乗り切って一冊完璧なものを作っていけば、うんうん、もうあとはもう問題パレードえ問題パラダイスパレードパレードすごい大行進ですね、うん、100台200台300台パレードしよう解いていけばどんどん成績も上がり、うん、うなぎ登りになっていくから、うん、もうちょっと最初だけちょっと頑張ってねって。そうですねうん、それが本当にで特にね科学はね、うん、あの阿部くん作ったあれあれっすねあれあれです皆さんあれあれあれです不親切やなこれB4 博士法、ね、博士法です、うん、これはねあの今年ね、うんうん、医学部、新潟大学の医学部に合格した川野くんっていう子が実践したので、うんうん、あの B4 博士法ってこの1枚の紙に、うん、有機化学の反応経路図がもう全部載ってるっていういやすごいですねあれ、うん、あれはね、うん、受験生の時の阿部くんが作ったやつだよね。そうなんです。でね、作りました。頑張って。作ってたよね。で、阿部くんいいの作ってるわと思ってめっちゃコピーして塾生に配って、うん、それ以降ずっと使ってるんですけどね。うん、でもあれを雄一郎くんももう一字一句完璧に書けるように練習してました。うん、で、毎日テストしてたんですけど、うん、それをもう満点取れるまで何回も何回も繰り返しやってね。文句言われるんですよ私たちは。嫌になってましたもんねみんな、うん、毎日毎日またやるんですかみたいな感じでこっちは親切心で再テストって、ねうんね、本当に本当に、うん、言ってるけれどもやっぱ向こうからするとねいつまでやらせんねん、うん、こんなこと意味あんのかいみたいな気持ちにもね、うん、なるんだけどそれが実は意味があるんですよってなんかさっき言ったように一冊完璧な頭に入ってるっていう状態っていうのは、うん、もう知識とか解放が頭に入る以上にあの科学のもう感覚的な部分がもう格段に上がります、うん、もう感覚変わっちゃいます、うん、いや本当なんか一冊でやっぱ全部知ってると基準ができるじゃないですか。でここに入ってないものはやっぱその細かい知識でここにあるのはベースの知識っていうのはそのやっぱ重要度 その選択もできるんでとにかく一個全部完璧するっていうのが何より最初は大事ですよね、うん、そうなのでやっぱ一冊ってなったりとかってするとめっちゃ覚えること多いなってなるんだけど、うん、これがねたったの1枚でいいんだよって言われたらどう思うかな。あそれやったらできそう、うん、いやできそうできそういや思いましためっちゃ思いますよできそうって思えるんやんか、うん、なんかそのあこれだけでいいやって、うん、あたった1枚でいいやって思えるその脳がそう思ってくれる心理的ハードルが下がるっていうのが何よりも実は効果があって、うんうん、この B4 博士法っていうのを活用してもらえれば科学の実力っていうのはもう劇的に上がるので間違いないですね、うん、そうそうぜひねあの大学点勉強法を手に取ってその B4 博士法についても学んでもらえたらなと思っております。うん、私のね理系上の相談室チャンネルでも博士法のことは結構たくさん、うんうんうん、あの紹介しているのでぜひそちらも見てみてください。他何かこう科学はもう圧倒的に伸ばしていくためにはこれやみたいなってありますか？そうですね、結構もう科学はちゃんと一冊こういうの完璧にして、うん、まずそのベースの知識を固めたらもうとにかく数やっていくのがいいかなと思いますね、うん、やっぱ科学ってちょっとやっぱ知識寄りのところもあるのでそうだ、ね、たくさんやればやるほどそういうところがやっぱり抜け漏れがなくしていけるので、うんうんうん、とにかくたくさんやっていきながら、まあ、知らなかったことできなかったことは反復してどんどんたくさんやっていってでもちゃんと反復してっていうのをやっていけばもう圧倒的にね、うん、力つくんではないかと思いますね、うんうん、ということで科学偏差値70目指していきましょう、うん、はい
じゃあ次物理。物理。物理編。理もうこっから阿部くんが主役です。いやいやいや。はい。私はもうね、サブでおまけって感じ。最近はその物理やってますよね、だいぶ。やってるよ。でも今さんもメインいけるんですか。エッセンス。これは反復してます。頑張ってます。今どこまで行きました。力学終わりました。おー。ナミまで入ってます。だいぶいいす。見えてきてる。いい感じですね。いい感じ。うんうん、かなり楽しい。本当ですか。もうかなり楽しい。あ、これは勇気づけられますね。物理を頑張る人は。うん、私初学なんで、本当に物理、あの力学の最初の物理基礎の部分だけ授業で受けて、うんうん、それ以降受けてないんですよ。まあ、そうですね。あの生物選択やったんでね。そんな私でも独学でこれでこれとプラスもう一冊解説のテキストを使うだけで理解できたんで、もう物理はね、さすがですね、まさにできるやんみんなって。うん、みんなを勇気づけたいと思います。いいっすね、うん、で物理を上げていくために重要なポイントが2つあるということで、うん、はい、物理そうですね、やっぱり物理が成績上がっていくプロセスっていうのはまず一番やっぱり基本的な解法を抑える、うん、まあ、それはまさにこのエッセンスみたいな一冊を完璧にするっていうのと、うん、あとは必然性っていうのをちゃんとこう身につけていくってことですね、うん、結構物理ってその解公式とかって少ないんですよ本当に、うん、どの科目に比べても圧倒的に少ないけど、逆にその少ない解法なんだけど意外とどれを使うべきかって判断するのに結構苦労している受験生が多いんです。大体そこで伸び悩んでるんですけど、うん、まあ、そこがそのどういう場面ではどういう理由でどういう解法なのかっていうことがなんとなくこう当てずっぽうじゃなくてちゃんと根拠に基づいて自分で言語化できるレベルまで落とし込めるようになってくると爆発的に成績は上がります。あとはもう数やればやるほどやっぱ見たことある設定っていうのがどんどん増えていくんで、そこまでその2つが揃えばもう数に比例してどんどん上がっていく、うんうん、逆に揃わなければ数やっても上がらないのが物理の怖いところでもあるんで、そこは優先してやっぱり抑えてほしいところですね、うん、まずどんな公式とか概念が使われているのかを把握する。そうです、基本解法全部全体像が大事ってことだよね。そうですね、全て網羅してもらって、うん、あとは必然性ですね。必然性、うん、私もすごい物理反復しててすごい思うのは、うん、こうただ公式を眺めてるだけではその違いが分からなくって、うん、こう問題を通してもうとにかく分からない時は問題を見て答えを見て図を書いてみる、うん、で認識してみる、うん、なるほどこういう時はこれを使うんかみたいな感じで、うん、こう体で覚えていくっていう感覚がすごいあるんだけど、阿部くんって最初物理ってそういう感じでやってた？うん、あ、そうですね、やっぱりもうとにかく最初は分かんなくても、まあ、とにかくその解法はまず言えるように何回も何回もやっていく中で、まあ、一応何でかはピンときてないけど言えるようにはなるっていうプロセスを経た後に、うんうんうん、じゃあ実際なんでこうなんだろうっていうのも徐々にこう自分でじゃあ同じ解法を使ってる問題見比べてここに共通点があるから同じ解法なんだろうなとか、逆に似た設定でも違う解法の場合どこかが違うから違う解法なんだろうなみたいな、その違い、うん、共通性っていうのをそれぞれこう見出していくようにこう自分で考えていったり質問したりしてましたね、うんうん、なんか数学であれば単なる解法パターンの暗記である程度補えてしまうところが、物理では補えないなっていうのはすごく感じるんですよね、うん、なんか本質を捉えないと上がらない教科というか、うん、だから単なる解法の丸暗記ではなくって、うん、そうやって自分で比較してみたりこう当てはめてみたり しながら深めていくっていうのがすごい大事ってことだよね。そうですね、うん、で阿部くんが深めに深めたこの一冊がこれだ。体系物理入ってました、大丈夫。体系物理です。何周したかって聞いたらびっくりするよ。これはね100はやったんですね。最低でも100はやった、100はいってると思います。もう本当に死ぬほど毎日見てたんで、うん、本当に ほとんど1年でもこう半年以上これやってたんで、もう本当に時間かけましたけど、何回も何回も半年で100周もすごいよね、うん、だって1日ほぼ1周、うん、2日で1周しないとね、まあ、100周できないもんね、うん、半年以上やっぱかける、うんうん、結構ありました。でもあの半年以上に一旦完成してずっとそこから維持もしてた。あ、なるほど、維持がガーって回るもんね。ずっとやってた感じですね。最初はいきなりは一週目は、ね、何日とかできないけど、いやもう時間かかりますよ。本当に1ヶ月以上はかかるよ、うん、全然かかりますもん。けど10回20回で反復していったらだんだん1日で全部反復できるようになったりとかってするから、うん、それですごい回数を稼いで
毎回その反復って結構さ50回60回ってなってくるとマンネリ化してくるやん、うんうん、これは受験生のそのネックになるところなんだけど、もう何回も見たからもういいやんって思っちゃうよね受験生側としては、うん、けどそのマンネリ化がある意味停滞を生んでしまうというか、うんうん、で鍋くんはそのマンネリ化をどう突破していったのっていうの、これ全教科に通ずるけど、あ そ, うです、ね、そこすごい大事やなと思って、僕の場合はその何でしょう、とにかくやっぱり性質的にもなんかいろんなことが気になるタイプだったんで、これはなんでこうなるのかな、なんでここでこうすんねやろうかみたいな、まあ確かにまあそうやなとは思うんですけど、回答を読んだらでもまあそう思うかなみたいな、自分がその初見でこの問題を初めて入試問題として解くときにこう思えるかなっていうのが思えないなと思ったら思えるまで考えるようにしてました、ね、うんうん、そういうことも思いながらあの反復したりっていうのをしているとなんか そこに思いを馳せましたね、やっぱりいろいろ、そうするとやっぱりなんか質がやっぱ変わってきますね、反復のね、うんうんうん、まあ、やってもらえれば分かると思うんですけど、なるほど、もうこれをね百周した重み、そりゃ兄弟物理も、いやもうね全く緊張せずに、いやなんかもうこれの次にもうちやったんですけど過去問とかテキストだったりは、うんうんうん、これがほとんどメインです。でもこれが終わった段階の模試で物理は兄弟模試でも偏差値70いったので、うん、7割ぐらいで70ぐらいですかね、圧倒的実力だね、うん、過去問でも本当にもうね合格点5割6割ですけど7割以上は安定したも取れて、満点取れた時もあったんで、わ全然一冊でもいけるんだなって、うん、思いましたね。なるほど、うん、いや物理みんなできるね、これはできますよ本当に、うん、僕だって最初エッセンスやってましたもん、一番最初、うん、もうここも苦労してるとこからスタートだったんで、そうなんや意外、いやもう全然もう鍋くんやったら、うん、みたいな、いやいや今度簡単だぜみたいな、あの物理じゃない人分かんないかもしれないですけど、うん、そのコンデンサーっていうこう、うん、極板をこう向かい合わせて、うん、こう線でつなぐんですけど、うん、真ん中ってこう別につながってないから電気移動しないんですけど、うん、ここ電気移動してると僕思ってたんです最初、一番最初、でも繋がってないから通らないです、当然、ね、うん、通り道がないから、うん、そのレベルからのスタートだったんで僕物理、いや行きますよ絶対、絶対行けるねこれは行けます行けます、まあ阿部くんの努力の賜物っていうことだね、まあ、まあそれもねありますよ多分ねってことでね、物理は必然性、はい、そうですね、基本の解法の、うん、まあ、固めるのと固める必然性をちゃんと捉えることですね、うん、ということでやってみましょう。では次生物に行きたいと思います。生物ですね、うん、アブ君もなんか勉強してる、いや僕ね生物、いや難しいですよね僕何が難しいって、うん、あのこれ多分あと先に言ってもらった方がいいかな、うん、あの気をつけるべきポイント、そうだね、うん、まず生物は半分捨てる、いやこれ本当に意味が分かりました、あの、うん、僕やってたんですけど生物ちょっと勉強し始めてて、うん、ただその、まあ、これとは違って使ってるんですけど、うん、なんかいちいち気になっちゃうんですよね、うん、なんでみたいな、なんか皮脂植物にあって裸子植物にはないみたいなとか、なんか説明であるじゃないですか、うん、なんでみたいな、いちいち気になっちゃうんですよ、ね、そこ突っ込んじゃうともうどつぼはまっちゃうんだよね、いや本当にそうなんだなと思いました、うんうん、生物学者になるんだったらそこまでやったらいいんだけど、うん、例えばこう DNA を複製すると、うんうん、この DNA を複製するときにこの塩基はどこからやってきたんだ、うん、この塩基は、うん、どこで生み出されてるのだろうか、うん、ここはあの DNA を複製するっていう仕組みまでは大学受験でやるんだけど、うん、でその塩基がどうやって生み出されるのかっていうのを大学受験では触れないんですよね、うん、でもそこをなんでなんでなんでみたいなことを続けてやっていっちゃうと生物の専門家になっちゃうんだよね、これって。いや本当終わんないですね多分ね1年で。そうそうそう、なんか社会と同じであんまりマニアックな方に突き進んでしまうとドツボにはまっちゃうし、うん、点数上がんないし他の教科の時間もなくなっちゃうから、いや本当そうですね、あのね、うん、ちょっとねある意味そこに対する興味が出てきちゃう人は、うん、ちょっとグッとこらえてもらって、うん、まずはこういう一冊のこの暗記の教材に載ってる基本的な重要語っていうのをまず覚えるのに徹してほしいなって、うん、でどちらにせよあの生物でね、うん、あの私一つ注意して おいてほしいっていうのは、うん、生物では共通テストでは9割とか取ったらいいんだけど、うん、二次試験ではあんま高得点を狙いすぎないっていう方がおすすめです、うん、なんでかっていうとキリがないからです、うん、生物っていうのは深め始めたりとか
実験の種類もね多種多様だから、うん、あんまり深めて深めて生物で稼ぐぞってやったとしてもあんまり理科って配点そもそもね英数に比べて高くないし、うん、生物で高得点取るっていうよりかは基本合格最低点とか合格者平均点ぐらいを目指して英語数学科学で高得点を目指してくれた方がいいです、うんうん、なるほど。じゃあこの生物をねこの暗記量が膨大な生物をどう短時間でその合格者平均点まで持っていくかっていうと、うんうん、おすすめなのが科学でも言った B4 博士法です。生物の B4 博士法っていうのは、うん、このこういったね一個一個単語を覚えていったりとか暗記知識をね仕入れていくっていう勉強が、うん、まあスタンダードというか普通なんだけど、その生物の暗記を効率よくしていこうと思ったら、うん、まずおすすめなのはその一つの図を丸ごと白紙から書けるようにすること。例えば細胞だったら、うん、こう細胞のこの細胞膜書いて核書いて、うん、細胞小器官の図全部書いて、うん、それぞれの器官の名前と働きも書くっていう、うん、なるほど。それがこういうねこれぐらいのサイズの紙に1枚に収まってる。でそれを白紙の状態からまた自分でも書けるようにする、うん、っていう風にしていくと、うん、大体ね生物基礎と生物ってあるけれども大体20個ぐらいの図を覚えたら、そんなけんですね、そんなけんね、8割ぐらい暗記終わってます、うん、これで。そうなんだ。で残りの2割は結構細かいところを覚えたりとか、うん、行間を埋めるようなところは覚えないといけないんだけど、うん、ほぼそれで終わっちゃいます。そうそう、だからめっちゃ覚えなあかんやんって思うやんか、うんうん、100枚ぐらいやらなあかんのかやらなあかんと思うやんかたったの3枚です。ビヨン博士法、うん、でこれを実際に覚えて、私も苦手分野生物の中でも苦手やなって思ってる分野はそのビヨン博士法をとにかく何回も書いて覚えてってやってました、うんうんうん、そしたら暗記ってすっごいスムーズに進んでいって、こう図を覚えるっていう風になるとその分野の全体像が頭の中に入るから、うん、全体像が分かると心理的抵抗が少なくなるんですよ、うん、なんか苦手意識がなくなるというか、だからすごい勉強しやすくなって頭にも入ってきやすいし、試験で聞かれても図で覚えてると、うん、どの角度からこう聞かれても答えれるっていう風になるから、うん、やっぱ生物は B4 博士法図で まとめて覚えてもらうのが一番ポイントです、うん、どうできそう？いやできそうな気してました。気してきた？うん、してました。うん、本当に？本当本当。本当本当。なんかそれはやっぱりあれなんですかね。その、うん、どれをじゃあ覚えるべき、どれが覚えないべきかっていうのはその、うん、もう基本的な自分のバイブル本載ってるやつか否かでも判断すればいいってことですか。うん、その取捨選択っていうのは、ね。結構細かい図も載ってたりするんだけど、うんうん、その一つの分野の全体が入ってるような図っていうのはあって、例えば光合成であれば。うんうん、その解凍系クエン酸回路電子伝達系って全部まとめて入ってる図を覚えるとか、例えばその図によっては解凍系しか入ってないとか、うんうんうん、電子伝達系だけ取り出されてるとか、そういう風になってる、バラバラに書かれてるので、うんうん、まとめて書いてる図を取り出して覚えるのがベストです。でそれをまとめてるのが私が作った B4 博士法なんだけど、そうなんですで私の YouTube に登録してくれた子は最初の送るメッセージの中に B4 博士法プレゼントの URL が載っているので、その B4 博士法の一部をプレゼントさせてもらっています、もらおうあの塾のスタッフルームにありますので、で通信コースの方では全部見れるようになっているので、そのお試しを見てあすごいなってやってみたいなって思ったみんなは、うん、ぜひ通信コースの方も検討してみてください。はい、ということで今回は大学点勉強法の理科についてお伝えさせていただきました。まずは序盤の基本のねテキストを反復セルフレクチャーして完璧にしていきましょう。そして問題を解きまくって偏差値70を目指していきましょう。ということで具体的に科学、物理、生物についてお伝えしていきました。この動画を最後まで見てくださったみんなにプレゼントがあります。それは大学点勉強法のオーディオブック、イエーイ、耳でね聞くことができるので、こちら無料でお配りさせてもらっています。 LINE に登録してくれた方に配っているので、今 YouTube を見てる方はその概要欄の大学点勉強法改訂版特設ページの方をクリックしてください。で今特設ページを見てくれてるみんなはページの一番下の方に LINE の登録のボタンがありますので、そちらをクリックしてもらって友達追加の方をお願いします。はい、登録と同時にオーディオブック配られますので、ぜひ聞いてください。はい、聞いてください。聞いてください。ということで、あなたは絶対合格できる。みんなで合格。
岩瀬織でした。阿部裕文でした。バイバーイ。バイバーイ。